ベッドで目が覚めます。ベッドで目が覚めます。顔を洗います。顔を洗います。歯を磨きます。歯を磨きます。トースターを食べます。トースターを食べます。オレンジジュースを飲みます。オレンジジュースを飲みます。今日は天気がいいです。今日は天気がいいです。公園に行きます。公園に行きます。公園は家から近いです。公園は家から近いです。公園で散歩をします。公園で散歩をします。桜が咲いています。桜が咲いています。桜はとてもきれいです。桜はとてもきれいです。家に戻ります。家に戻ります。カバンにノートとペンを入れます。カバンにノートとペンを入れます。日本語の教科書もカバンに入れます。日本語の教科書もカバンに入れます。準備をして学校に行きます。準備をして学校に行きます。学校は家から遠いです。学校は家から遠いです。家から学校まで1時間かかります。家から学校まで1時間かかります。学校に着きます。学校に着きます。学校の図書館に行きます。学校の図書館に行きます。図書館で勉強をするつもりです。図書館で勉強をするつもりです。図書館はとても静かです。図書館はとても静かです。勉強を始めます。勉強を始めます。静かに勉強します。静かに勉強します。日本語の教科書を開きます。日本語の教科書を開きます。
明日はひらがなのテストがあります。明日はひらがなのテストがあります。今日はひらがなの練習をします。今日はひらがなの練習をします。ノートにひらがなをたくさん書きます。ノートにひらがなをたくさん書きます。あとおが難しいです。あとおが難しいです。いとそうが簡単です。いとそうが簡単です。ねとれは似ています。ねとれは似ています。はとほは違います。はとほは違います。ひらがなを読む練習をします。ひらがなを読む練習をします。書くことより読むことの方が簡単です。書くことより読むことの方が簡単です。ひらがなを読むことは得意です。ひらがなを読むことは得意です。ひらがなを書くことは苦手です。ひらがなを書くことは苦手です。6時に図書館が閉まります。6時に図書館が閉まります。6時に図書館から出ます。6時に図書館から出ます。お腹が空いたのでサイゼリヤに行きます。お腹が空いたのでサイゼリヤに行きます。サイゼリヤは駅の近くにあります。サイゼリヤは駅の近くにあります。サイゼリヤにたくさん人がいます。サイゼリヤにたくさん人がいます。人が多いので少し待ちます。人が多いので少し待ちます。スタッフが私の名前を呼びます。スタッフが私の名前を呼びます。メニューを見ます。メニューを見ます。食べ物を選びます。食べ物を選びます。パスタとピザを食べます。パスタとピザを食べます。お腹がいっぱいです。お腹がいっぱいです。家までタクシーで帰ります。家までタクシーで帰ります。タクシーは高いです。タクシーは高いです。
家に着きます。家に着きます。家の鍵を閉めます。家の鍵を閉めます。ベッドの上で寝ます。ベッドの上で寝ます。ベッドで目が覚めます。ベッドで目が覚めます。顔を洗います。顔を洗います。歯を磨きます。歯を磨きます。トースターを食べます。トースターを食べます。オレンジジュースを飲みます。オレンジジュースを飲みます。今日は天気がいいです。今日は天気がいいです。公園に行きます。公園に行きます。公園は家から近いです。公園は家から近いです。公園で散歩をします。公園で散歩をします。桜が咲いています。桜が咲いています。桜はとても綺麗です。桜はとても綺麗です。家に戻ります。家に戻ります。カバンにノートとペンを入れます。カバンにノートとペンを入れます。日本語の教科書もカバンに入れます。日本語の教科書もカバンに入れます。準備をして学校に行きます。準備をして学校に行きます。学校は家から遠いです。学校は家から遠いです。家から学校まで1時間かかります。家から学校まで1時間かかります。学校に着きます。学校に着きます。学校の図書館に行きます。学校の図書館に行きます。図書館で勉強をするつもりです。図書館で勉強をするつもりです。図書館はとても静かです。図書館はとても静かです。勉強を始めます。勉強を始めます。静かに勉強します。静かに勉強します。日本語の教科書を開きます。日本語の教科書を開きます。明日はひらがなのテストがあります。明日はひらがなのテストがあります。今日はひらがなの練習をします。今日は
ひらがなの練習をします。ノートにひらがなをたくさん書きます。ノートにひらがなをたくさん書きます。あとおが難しいです。あとおが難しいです。いとそが簡単です。いとそが簡単です。ねとれは似ています。ねとれは似ています。はとほは違います。はとほは違います。ひらがなを読む練習をします。ひらがなを読む練習をします。書くことより読むことの方が簡単です。書くことより読むことの方が簡単です。ひらがなを読むことは得意です。ひらがなを読むことは得意です。ひらがなを書くことは苦手です。ひらがなを書くことは苦手です。6時に図書館が閉まります。6時に図書館が閉まります。6時に図書館から出ます。6時に図書館から出ます。お腹が空いたのでサイゼリヤに行きます。お腹が空いたのでサイゼリヤに行きます。サイゼリヤは駅の近くにあります。サイゼリヤは駅の近くにあります。サイゼリヤにたくさん人がいます。サイゼリヤにたくさん人がいます。人が多いので少し待ちます。人が多いので少し待ちます。スタッフが私の名前を呼びます。スタッフが私の名前を呼びます。メニューを見ます。メニューを見ます。食べ物を選びます。食べ物を選びます。パスタとピザを食べます。パスタとピザを食べます。お腹がいっぱいです。お腹がいっぱいです。家までタクシーで帰ります。家までタクシーで帰ります。タクシーは高いです。タクシーは高いです。家に着きます。家に着きます。家の鍵を閉めます。家の鍵を閉めます。ベッドの上で寝ます。ベッドの上で寝ます。